いただきまーす。うん、うまっ。これもう替え玉だな。うん、おかわりしてきちゃってもう3杯目だよ、そうめん。皆様おはようございます。お元気でしょうか。いや、ほんと暑いですね、こういう時は。めんそーれーってことでね、本日もそうめん研究家がお送りするネギそうめんの作り方ね、これやってみたいと思います。いきなりバービーコーナーの方に来ております。まずですね、辛ネギですね、あのラーメン屋さんの辛ネギですね、あれをまず作ってそうめんの上に乗っけて、これも夏バテ防止でいけるんじゃないのということでね、早速薬局始めてみたいと思います。まずですね、鶏ガラスープの素ですね。はい、1、今日ね全部1なんでね、よろしく相性でございます。はい、ごまアビーリーね、おーおーおー、はい、そしてみりん、ちょいのちょいとね、はい、それからお醤油ですね、パッカリーノスケとね、1入って、豆板醤ですね。豆板醤はあんまり辛いの苦手だなってことはね、半分ぐらいにしてくださいね。はい、1と、はい、こんな感じでね入りました。であとはね、味の素少々ね、はい、こんな感じでお願いいたします。そして最後にお水1ですね。はい、パッツリーナとね、はい、こんな感じでね、あ、混ぜ混ぜ混ぜ T に混ぜリーノスケですね。じゃ混ぜ混ぜ混ぜ T に混ぜリーノスケとね、はい、こんな感じになりました。そうしたらここでちょっと怒っちゃうか。点火一発して、うん、このガラスープの素をね溶かしていこうではありませんかってことですね。はい、それでは、はい、点火一発ですね。もう本当ガラスープが溶けるだけでいいからね、早く溶けないかなみたいなね、弱火でやった方がいいかもしれないね。弱火にしてと、はい、溶けないかなみたいな、溶けないかな、溶けないかな、はい、溶けた感じですね。これで全部の調味料がね、うん、均等にパッカライラですね。はい、火を止めてね、はい、これでね、うん、あのラーメン屋さんの辛ネギの辛ごと、これ完成しましたんで、次はね、そうめん茹でるかネギ切るかっていうことですね。それでは先にですね、そうめんつゆ作っちゃいましょうかね。はい、黄金だしですね。なかったら何、あの本だしとか顆粒の和風だしね、今、ガラスープの素ですね入りました。はい、そして、この黄金だしに対しての 1% ぐらいですね。なぜかっていうと今ガラだし入れちゃったんで、ガラだしも結構ね塩味が入ってるんで、まあ 0.8% ぐらい、難しいね。まあね、1でいいです、 1% でいいですね。はい、入れて混ぜ混ぜ混ぜ T に混ぜるリーノスケですね。はい、そしてお醤油ちょいですね。はい、お醤油ちょいね、はい、こんなもんで OKOK ベリー OK ティングではないでしょうか。はい、あとはね、ガラだしが溶けるのを待つだけ。うん、冷たくても溶けるね、ちょうどいいね。はい、それではね、この辺に置いといて、そうめん茹でますか。お湯が沸騰したんでね、そうみーんですね入れてまいりましょう。パッカライナと、これ一束で普通の2羽分ぐらいあるのかな、結構多いねこれね。とりあえず思いっきりやっときますか。そうめんってなんかすぐ食い終わっちゃうね、なんかね。はい、こんな感じになりましたよ。はい、ガッツンガッツンツンツリリーノスケですね。ガッツンガッツンツリリーノスケと、はい、ちょっと強火にしてね、茹で上げてしまいましょう。茹でること2分がね、経ちましたね。まあ、この辺はお好きな硬さでねお召し上がりください。そうしたらこれをね、一挙にね、水洗いしてね、シャキッとさせましょう。はい、それではですね、ギーネイーストンですね、切っていきましょうか。どうやって切る、斜めでいいよね、斜めでね。じゃあ斜めにね、ガッツンガッツンと切っていきましょうね。こんな感じでね、バッツンバッツンバッツンいいのですね、切っていきましょう。
のさらしてもいいんだけど、本当に辛いの好きなんだよって方はね、もうさらさないでそのままね、いっちゃってもいいです。豆板醤の辛さ、ネギの辛さ的なね、これ非常に美味しいございます。でもちょっとこのネギ切ってて辛いんでね、一回ちょっと水にさらしちゃった方がいいんじゃねえと思うけどね、感じですね。はい、こんな感じでね、やや薄めね、こんな感じで切ってください。はい、切り終わりました。それはちょっと一回水さらしちゃうか、これね。はい、こんな感じでね、水にさらして、あとはねざるかなんかでね、よく水気を切ってください。1分ぐらいやると結構ネギシャキッとしてね、辛みもほどほどになります。はい、それではざるかなんかにぶち込んでおきましょう。いい感じですね。いよいよ仕上げに入りたいと思います。さらしたネギですね。はい、これ好きなだけこれ怖いよね、辛そうでね。はい、そうしたらね、あとは混ぜるだけでございます。はい、混ぜ混ぜ混ぜ T に混ぜリーノスですね。はい、いい感じです。これで辛ネギは完成しました。これ食べる寸前に混ぜないとネギはくしゃくしゃしなしなになっちゃうんでね、気をつけてください。それではね、盛り付けの方に入りましょうかね。はい、ドンビリーバブに、そうめんだしですね、バッツリーのつけ入りました。はい、そしてね、そうみんですね。はい、そうみん好きなだけね、バッツリーだとちょっと多いんじゃないのこれね。はい、こんな感じになり申した。あとはね、この辛ネギですね。はい、これを乗せて、辛そうだなこれ、よいしょと。はい、これでね、完成となります。それではね、テーブルの方に行ってバツンバツン、次リンの付けですね、食べてしまいましょう。ただいまですね、テーブルの方に辛ネギそうみんですね、運んでまいりました。それではね、がっつり行ってみましょう。辛いよ辛いよ、いただきます。無限そうめんだなこれ。この辛ネギとね、この冷たいつゆっていうんですか、これが本当に合いますね。これ乳麺でもいけると思います。乳麺だともう辛さ倍増するかもしれないですね。いただきます。やばうまだね。いや、これいくらでも食えるな。おいしい。替え玉だな。辛いけどうまっ。はい、どうぞ本日も最後まで無駄しまかない道場をご視聴誠にありがとうございます。本ですね、ラーメンショップとかね、ラーメン屋さんのね、辛ネギラーメンからヒントを得て、これそうめんでもいいんじゃないこれみたいなね、チャーシューが変えちゃったらさらにグレードアップしちゃうんだけどね、材料高くなっちゃうんで、そうめんとネギと調味料だけってことね。あ、最後にね、ちょっとネギの青いとこね、飾りにちょっとね、小口切りにしてのっけさせていただきました。この夏ね、非常に無限に食べれると思いますんでね、このネギにはアリシンっていうね、非常によろしい成分が入っておりますので、疲労回復にぜひ役立つと思います。はい、そして皆様に一つお願いがございます。動画アップのモチベーションを維持するために皆様の温かいグッドマーク1票入れていただければ幸いかと思われます。それでは失礼いたします。またお会いしましょう。暑い夏、辛めにそうめんで吹っ飛ばそうじゃありませんか。じゃん。あれ、ママ見てました？おかわりしてきちゃっても3杯目だよそうめん。じゃあね。